はい、どうも皆さん、こんにちは。ゼッコです。それでは今回なんですけども、ワイモバイルの新料金プランが良いソフトバンク光や家族割りサービスでかなりお得にプラン変更方法など解説ということで、今回はワイモバイルについての動画ですね。この動画では僕が普段利用しているワイモバイルの新料金プランについての解説や、まあ、こんな人がワイモバイルに向いてるのではないかということについてまとめました。で、動画の後半にはお得な契約方法についてもお伝えしてますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけたらなと思います。それでは、行ってみましょう ということでね、今月の2月の18日から始まるワイモバイルの新料金プランということで、もうすでにご存知の方も多いと思います。で、そこでなんですけども、今回のこの新しい料金プランって、 実際にどういった方が向いてるのかっていうことなんですが、大きく分けて二つあります。まず一つ目は、自宅がソフトバンク光、もしくはソフトバンクエアに加入されてる方、もしくは家族がワインモバイルを利用している場合、こういった方々が今回の新料金プランに結構持ってこいなプランかなというふうに思います。ちなみになんですけども、これちょっと前の、えー、楽天モバイルの動画の時にも少しお伝えしてるんですが、僕の今現在の通信環境なんですけども、メインの回線として今使ってるのがワインモバイルを使っております。まあ基本的にはソフトバンク の回線を使ってるのであまりこう電波的に問題があるってことはないのでまあ、かなり使いやすくてねこの前はソフトバンクを使ってたんですけどもソフトバンクからワイモバイルに切り替えて全然問題なく使えていますでサブの回線として今話題のね楽天モバイルを使っておりますまあ今はね1年間無料のキャンペーン中で使わさせていただいてるんですけども基本的にはテザリングとかであとは通話とかで使ったりするっていう感じですで自宅の光回線なんですけどもソフトバンク光を今現在は使っております今回僕はソフトバンク光 に入っているのでかなり今回のプランというのは相性が良さそうなんですよねでプランを早速ですね深掘りしていこうと思うんですけども今回新しく発表されたプランっていうのがシンプル SML プランとなっておりますで基本使用料金としてご覧の通りとなっております S が1980円 M が2980円で L が3780円これ全て税抜きの金額となっておりますで見ていただきたいのは今回ここなんですよね月額利用料金の青枠のところソフトバンク光もしくはソフトバンクエアーを加入括弧おうちわり光セット または家族割引サービス2回戦目以降が適用された場合は1080円が割引されるということになります、まあ、ちょっと上から見ていきましょうこのソフトバンク光もしくはエアーを加入してておうち割り光セットということなんですが、まあ、すでに、ね、ソフトバンク光とかエアーを使われている方であればもうご存知の方も多いと思いますお家のネットもスマホをまとめてお得おうち割りというサービスですね、まあ、ここにも出ている通りお家のネットとワインモバイルをセットで利用するだけでワインモバイルの月々のご利用料金が毎月ずっと割引になりますというようなオプション となってますまあ僕も現在ねこれに入っているので僕が今現在ワイボバラで契約しているプランでも少し割引がありますでそれが適用されることによってシンプル s の場合に関しては900円シンプル m の場合は1900円シンプル l の場合は2700円っていう料金になりますまあ冷静に考えてこれだけで割引されるのって結構お得ですよねで次にここの2つ目ですねまたは家族割引サービス2回戦目以降ということなんですけどもこの部分に関しては新しいページがちょっと更新されておりましてそちらを引っ張ってきておりますでその この家族割引が適用されるのがその2回戦目以降ということになるので、自分だけの場合に関しては特に料金が変わるっていうことはないんですけども、もしこの2回戦目以降ご家族の方が契約された場合は1080円が適用されるということになります。 で、その適用された金額として、先ほどと同じような料金ですね。シンプル S の場合に関しては900円。シンプル M の場合に関しては1900円。で、シンプル L の場合に関しては2700円。というような料金となります。なので、ソフトバンク光、もしくは Air に加入されてる、もしくは家族割引サービス、どちらかがあることによって、1080円がマイナスされるってことになるので、条件としたら、まあそんなにきついっていうわけではなさそうですよね。で、次に高速データ通信容量に関しては、シンプル S に関しては 3GB、シンプル M に関しては 15GB、シンプル セルに関しては 25GB ということになります まあ、つい最近ね、三大キャリアが新しいプランとして発表されたのが、まあ、例えばドコモのアハモとかの場合に関しては、1ヶ月に 20GB で2980円なので、まあ、比較的安い方に入るのかなというふうに思いますね。まあ、もちろんね、割引が適用された場合なんですけどね。で、こちらもちょっと更新されてた公式ページを引っ張ってきました。まあ、ここに書いてるような 3GB とか 4GB とか 15GB 八ギ 18GB というふうになってるんですけども、で、なんでこんな風になってるかっていうと、まあ、ワイムフイルをね、使ってる方であれば聞いたことがあるこのデータ増 無料キャンペーンっていうのはですねいわゆるそのデータ増量オプションですねこれに加入した場合1年間データ容量がちょっとアップするというオプションとなっておりますで、基本的にこのデータ増量オプションに関しては毎月500円かかるものとなっているんですがまあ、それが今回無料ということなんですけどもまあ、そこにはちょっとした条件がありまして初めてデータ増量オプション500円に加入した方が条件となりますなのでまあ僕自身は もうワインボールを契約して、まあ、何ヶ月か経つので、おそらくこれには該当しないと思うんですけども、まあ、初めてね、このオプションに加入した方は、同じ金額でちょっとデータ量がアップすると。 なので、下にも出てる通り、オプションの月額料を加入翌月から12ヶ月無料ということですね。で、続きまして、高速データ通信容量超過時の通信速度ということで、いわゆるその通信制限がかかった場合ですね。シンプル S の場合に関しては最大 300kbps。で、シンプル M と L に関しては最大 1Mbps ということですので、1Mbps であれば、まあ、ギリギリまあ、YouTube が見れるかなっていう感じのイメージで大丈夫です。まあ、これぐらい出ればいいんですけどね。で、対応している通信方式として、4G と 5G と。まあ、5G を使う 場合はまあ、それで対応している機種じゃないと使えませんで、通話料なんですけども30秒ごとに20円かかるということになっております ま、こちらのね、その通話料を見ただけで、もしかすると、現在、YMW を使われている方であれば、何か足りないなっていう風に思うかもしれないんですけども、そうなんですよね。国内通話10分間、あの、通話無料の分がないんですよ。その代わり30秒ごとに20円っていう風になっております。まあ、今の時代ね、まあ、LINE の通話であったりとか、フェイスタイムオーディオとかもあったりするので、普通の電話を使う機会が少ないっていう方も結構増えてるので、こういった傾向があるのかなと思うんですけども、まあ、それでもね、国内通話10分無料っていうのは、やっぱり使いたいなっていう方、いらっしゃると思うんですけども、 その場合は、今出てるような、誰とでも定額10分以内の国内通話無料、プラス700円、月額かかるんですけども、これをつけたら、ま、これまで通り10分間、国内通話が無料で行うことができます。まあ、月額700円をつけることによって、どんな金額になるのか見ていただきたいんですが、まず、特に、割引が適用されてない場合の料金ですね。シンプル S の場合は、1980円から700円足すので、2680円。シンプル M に関しては、2980円から700円足すので、3680円。 で、シンプル L に関しては、3780円から700円を足すので、4480円ということになります。まぁ、あ、ちょっと前のね、僕がワイモバイルの動画を上げた時に僕自身が勘違いをしておりまして、ここの国内通話が無料がなくなったことによって、料金が高くなったっていうふうに思ってたんですけども、シンプル S、シンプル M プランに関しては、料金はこれまでと変わらないというような状況になるんですよね。ですけども、今回は、割引が適用された場合に関すると、さらにここから安くなるんですよ。もしこの700円のオプションを付けた場合でも、シンプル S のプランに関して は1600円でシンプル MW は2600円シンプル L に関しては3400円となのでね本当自宅がソフトバンク光もしくはソフトバンクエアーであったりとかもしくは家族割引が適用された場合に関すると今以上にちょっと安くなるっていうねオプションつけてもこの料金とは結構熱いのかなと思いますねもし間違ってたらご指摘コメントください で、僕自身ですね、まあ、普段キャッシュレスとかポイントとかを話してるので、あまりこういったスマホの関係に関して全然詳しくないんですけども、今回新しく、まあ、その料金プランを変更するにあたってどんな風にすればいいのかということで、まあ、実際に問い合わせて確認をしてみました。まあ、Y モバイルであれば、旧プランがスマホベーシックプランっていうプランなんですけども、そこからシンプル SML プランのどれかに変更したい場合ですね。で、一応日付としたら、2月の18日以降から変更が可能ということなんですけども、やり方は大きく3つあります。まず1つ目は、 y m o b の店舗に行ってスタッフさんと一緒に、まあ、プランの変更を行うっていう方法ですねまあ、直接ね料金のプランの変更だったりとかどんな風になるのかっていうね直接シミュレーションができると思うんでまあ、店舗で変更するのもいいと思いますですけどももし店舗に行かれる場合は必ず来店予約っていうのをですね公式ページからやっていただく必要があるのでもし店舗に行かれる方はこういった方法でまず予約を行って店舗に行かれてくださいで次2つ目は y m o モバイルにて手続きを行うとまあ、普段からね y m o b i l を利用されている方であればご存知かと思います まあ、料金をね、確認したりとか、まあ、オプションの手続きやったりとか、ご自身のそのマイページがあると思うので、そこから手続きを行うと。まあ、ちょっと僕もやったことないので、どの部分でやるのかっていうのは、若干イメージつかないところではあるんですけども、まあ、おそらく、料金プラン変更みたいなところがあると思うので、そこで行うと思います。で、あとは15、151に連絡ということですね。こちらに問い合わせを行えば、料金プランの変更もできるということで、伺いました。まあ、ですけども、全然ね、Q プラン、スマホベーシックプランのままでも全然使うことはできるので、そのままでも大丈夫ということだったので、まあ、今回の料 プランを見た時にちょっと変更してみようかなっていう方はこういった方法を行って ま、あこれまで通りで全然問題ないやってる方は、そのまま疲れても大丈夫ということでした。で、このことからですね、僕の今現在の通信環境から、まあ、メイン回線の Y モバイルとか、サブ回線の楽天モバイルで自宅のソフトバンク光をどうしようかなということなんですけども、現時点では Y モバイルに関しては、とりあえずプラン変更してみようかなと思います。シンプル M の方ですね。まあ、先ほどお伝えした、国内通話10分無料っていうのが、一旦ちょっとつけない状態で変更してみて、実際に自分がどれぐらい電話しないのかっていうのをね、確認する ためにとりあえずシンプル m のプランにして、700円のオプションはつけない状態でやってみようかなという風に思います。で、楽天モバイルに関してはそのままね。利用しようかなと思ってます。まあこれちょっと前の動画でも解説したしてるんですけども。基本的には楽天モバイルは何か問い合わせる時の通話であったりとか。あとテザリング、そして spu がねプラス1倍になるので、まだまだ全然楽天モバイルは持とうかなとで、自宅のソフトバンク光に関してはとりあえずね。そのまま利用しようかなという風うに思います。ですけど、まだ分かりませんよ。他の各社がどんな風にまた料金とかを変動してくるのかとか。 オプションとかがどんな風に変更するかわかんないので現時点ではこんな感じで僕は使おうかなという風に思っております。でもしですね y o モの利用を検討されている方いらっしゃいましたらもし契約する際はポイントサイト経由が僕的にはおすすめかなという風に思います。まあ、他にもねいろんな方法があると思うんですけども僕はこの方法でもありかなと思いましてで今回紹介させていただくのはポイントサイトのモッピーというサイトを紹介します。まあ、なんでモッピーなのかと言いますとまあこのどこ得っていうポイントサイトがリアルタイムでどこがお得かっていうのを確認するサイトがあるんですけど。 けども、そこでご覧のようなワイモバイルっていう風にキーワードをけん入れて検索をかけると、ここにですねモッピーが一番高く出てくるんですよね。このポイントサイトのモッピーを経由することで6,300円相当のポイントがもらえます。ちなみにこれは2021年の2月の12日13時12分現在なので、もしかするとリアルタイムで変動する場合があります。もしくはなくなったりする場合もあるので気をつけてください。で実際にもッピーでどんな風に使うのかと言いますと、これモッピーのトップページなんですが、ここの検索するバーがあります。 そこで、こんな画面が出てきますんで、この広告名を検索するっていうところをタップしていただくと、こんな風にワインモバイルっていう風に入力をしていただいて、虫眼鏡のマークをタップします。そうすると画面が切り替わりまして、ここにですね、ワインモバイルオンラインっていうのが出てるんで、ここをタップします。 そうすると、ワインモバイルオンラインストアが出てきます。ここにも出てる通り、獲得ポイント数が6300ポイント。これは6300円相当に当たります。で、先ほどもお伝えしたように、2月12日時点のポイントでありまして、変動する場合もあったりとか、なくなったりする場合もあります。ちなみに、このポイントに関しては、現金化することもできますしの、他のポイントに交換することもできます。この6300円相当のポイントをもらうための、獲得条件なんですけども、いろいろ書いてます。該当の改選契約を1ヶ月以内の開通確認完了というふうに、まあ いろんな条件が出てますんで、ここは行う際にしっかりと読んだ上で実行してください。で、しっかりと読んだ上で、ここのポイントゲットというところタップしていただいたら、5oR、er、のオンラインストアに切り替わりまして、あとはこのページの中から手続きを行えば大丈夫です。 ですけども、ちょっとここ見ていただきたいんですが、システムメンテナンスのため、以下の期間はお申し込みいただくことはできません。またおそらくね、新料金プランに切り替わるタイミングだと思いますんで、この時間はできませんので気をつけてください。まあそんなこんなで今回は Y モバイルの新料金プラン、どんな方が実際に向いてるのかっていうことと新料金プランの解説について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ結構ね、これまで本当大手キャリアが新料金プランをずらずら発表して、まあ実際に Y モバイルどうなるのかっていう風になってたんですけども、現時点では、 結構新料金プランに関してはかなり安いのかなというふうに思いますんで、先ほども伝えしたように僕自身はとりあえずプラン変更は行おうかなというふうに思ってます。ですけども、まだわかんないですよ。他の携帯会社さんがどんなふうに他の料金プランから新たに何かしらの良い,いオプションなどがあれば、ちょっとそちらも検討する場合もあるかもしれないです。ま、ぜひですね、y m r 今現在利用されている方はどんなふうにしようかなというふうなコメントなどがあればですね、下のコメント欄書いていただければと思います。 で、先ほどお伝えしたポイントサーンとモッピーの登録がまだの方いらっしゃいましたら、下の概要欄にこちらもリンク貼っていますので、詳細気になる方ぜひチェックしてみてください。ということで、本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました